有限会社大阪イニオムの北村由志と申します。大阪府堺市中区にて学校制服、体操服、帽子、靴、給食エプロン等の学校医療の販売、会社制服の販売をしております。何かお探しの商品、お困りごとがございましたらご連絡ください。皆様のお役に少しも立てれば幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は11月の17日の日曜日ということでですね、大阪堺の方は、晴れマークですね。最高気温が18度、最低気温が9度、降水確率が 10% ということですね。もう朝からすごいいい天気でですね、すごい木々もすごく紅葉で綺麗になってきましたですね、本当にもう冬に近づいてるなって感じですけども、気温の方もね、もう18度ということで、ちょっとやっぱ肌寒くね、朝晩になってきたんでね、皆さん風には十分お気をつけいただけたらなと思います。昨日も寒い中ご来店いただいたお客様、誠にありがとうございました。当店の方でもですね、中学校の、新入学の制服の採寸等ですね、対応しております。あと在校生の制服の修繕購入等の対応もしております。小学校の、帽子とか体操服で関連商品ですね、靴とかの対応もしますのでよろしくお願いします。あと会社制服などのご対応もしますので、どうぞよろしくお願いいたします。よく聞かれるんですけども、この時期から採寸して身長まだ伸びますけど大丈夫ですかってよく言われるんですけど、前もってもかなり2サイズぐらい大きめのサイズで測らせていただきますので、その辺はご心配いただけないで大丈夫だと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日も10時から7時までの営業となっております。あと、コロナとですね、インフルがちょっと流行ってきているのでね、玄関に消毒液を置いてますので、ご入店の際、ちょっとご協力いただけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日も皆様が、良き一日になりますように祈りながら、皆様のご来店をお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。